ということでね、この方がね、インタビューにね、協力してくれることになりました。ありがとうございます。まずですね、はい、今大谷選手がですね、はい、もうすごくね熱い、状況になってるんですけれども、はい、大谷選手について、ね、もう率直に日本人として、ね、どう思いますか。もう日本人が、はい、そもそも MLB で、はい、パワーヒッターとして活躍するってことを、はい、イメージしてた人なんていないと思うんですよ、ね、ああなるほど、はい、もうだからすごいことですよ、ね、これは。そうですよね、パワーヒッターでその松井秀喜選手とかね、そうですね、いたと思うんですけど、そんな中でもね、その大谷選手はそのもうホームラン王みたいな形で今ね、はい、争ってるっていうことについてですね、なんか大谷選手と何かあの関わりとかがあったりとか、そういうのとかって何かありますか。自分もあの東北にしばらくいたことがあったので、はい、もうやっぱり東北の人たちは大谷君のことを東北の誇りだと思ってましたし、はい、もうこれから頑張ってほしいなと思います。あーなるほど、はい、大谷選手ズバリ将来どうなりそうですかね。いやもうみんなの夢みたいになるじゃないですか。みんなの夢、そうですよね。ちなみに何かあのスポーツとかやられてたんですか。まあ、野球ではないんですけど、はい、まあバレーボールとかやってて、あなるちっちゃい頃は野球とかもやってたんですけど。あそうなんですね。もしまた自分がちっちゃい頃に大谷選手みたいな人がいたら、はい、自分の夢とかも変わってたんじゃないかなとは思います、ね、あじゃあものすごくじゃあ大谷選手がその近くとかにいたらすごい影響されるかもわからないっていう、はい、そのくらい影響力があるっていうことですね。そうですなるほど。ちなみにその大谷選手っていうのはね、あそこまでも活躍できるようになったと思うんですけど、はい、その欧米というかアメリカとかと日本のその何ですかね、スポーツのその状況って、ね、全然違うと思うんですよ、はい、高校だったらなんかその日本の高校だったらその部活文化みたいなのあるじゃないですか。で欧米だったらなんかスクール形式でまあ通わせてなんかサッカースクールなり野球をな、まあ、地方のどっかね、リーグリトルリーグみたいなの入って、するみたいな形なんですけど、その辺のなんか違いとかがどういうふうに思いますか。まあ日本のやり方なりにいいことはあると思ってて、あそれはなんか、はい、例えばそれがヨーロッパに行ってイギリスに行ったら、はい、イギリスのやり方もあるだろうし、はい、アメリカに行ったらアメリカのやり方もあるだろうし、はい、やっぱりそういう個性ってあっていいと思うんですよ。あその国によってのさ、はい、スポーツのことですね。だからそういうのが何か一つの舞台で、はい、こう比較されるはいのも一つの楽しみなんじゃないかなとは。あなるほど。そうね、やっぱりその活躍すればするほどその人の人物像とかそういう高校時代どうだったかっていうのをまあね、そのメディアの人が興味があると思うんですけども、まあ、そういうのでまあ比較されるっていうのはまあ一つあのいいポイントメリットになるっていうね、はい、そういうことでございますね。まあ、要するに大谷選手はそういうなんかいろんな世界のトップレベルのそういういろんな状況であのトップレベルまで這い上がった人の中で、はいまあ、活躍しているということで、その適応力がね、やっぱりすごいっていうのがね、そのインタビューで話している間にそういうふうにまあ実感できたかなというふうに思います。ということでね、ありがとうございました。